皆さん、こんにちは。ドクター B です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが、今回のテーマはこちらです。はい、以前に汗がたくさん出る多汗症について解説しましたが、今回は反対に汗が出ない無汗症についてのお話です。無汗症は高温多湿の発汗を促す環境下においても発汗が見られない病態であり、汗が出ないと体温調整ができないため、体に熱がこもって体温が上昇します。体温が上昇しても、この病態の存在を知らないと、しばしば原因不明の発熱とされてしまいます。こうした汗が出ない無汗症を引き起こす病気にはいくつか知られていますが、中には原因不明の特発性後天性無汗症という病気もあります。これは一体どんな病気なのでしょうか。またどのような治療法があるのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。では最初に発汗のメカニズムについて解説します。大脳の視床下部が体温上昇を感知すると、交感神経の末端からアセチルコリンという神経伝達物質が分泌されます。このアセチルコリンが皮膚の汗腺という汗の分泌器官の受容体に作用すると、血管から結晶を汲み取って汗を作ります。体重約 70kg の人が 100ml の汗をかくと体温が1度上昇するのを抑えると言われています。無汗症とは、運動、高温という発汗を促す環境にあっても発汗が見られない、あるいは減少する疾患を言います。無汗症には生まれつき汗腺がない先天性のものと、もともと汗をかいていたのに突然かかなくなったという後天性のものがあり、先天性には先天性無痛無汗症やファブリー病があります。後天性無汗症には神経や内分泌、代謝系の疾患や薬物が原因で起こることもありますが、中には原因不明のものもあり、これを特発性無汗症と呼んでいます。続発性無汗症には表で示すような病気が知られています。薬剤性では抗ヒスタミン薬や抗うつ薬などに代表される抗コリン作用を有する薬剤が知られています。また皮膚疾患ではアトピー性皮膚炎や感染、神経疾患ではパーキンソン病、自己免疫疾患ではシェーグレン症候群などが知られています。ここからは原因不明の特発性後天性無汗症 AIGA について解説します。原因不明の無汗症で非常に稀な疾患ですが、不明熱を契機に診断されることが報告されています。若年男性に多く、ほとんどの症例はアジアから報告されており、人種的な要因の関与が考えられています。臨床症状は非髄節性の広範な無汗や発汗低下を呈しますが、発汗以外の自律神経症状および神経学的症候を認めません。皮膚は常時乾燥し、発汗誘発時に皮膚のピリピリする痛みや発疹を認めるコリン性蕁麻疹をしばしば認めます。次に臨床所見ですが、発汗の低下には左右差を認めず、液下の発汗並びに手のひらや足裏の精神性発汗は保たれていることが多いです。皮膚の生検では正常な汗腺の組織周囲にしばしばリンパ球や肥満細胞の浸潤を伴っており、慢性炎症が病気の主因であると推測されています。ここまで無汗症の分類と特発性後天性無汗症の特徴について解説してきましたが、そもそも本当に汗が出ないということはどのように証明すればよいのでしょうか。特発性後天性無汗症の診断基準を示した表をご覧ください。診断には臨床所見だけでなく、発汗テストによって発汗が低下していることを証明しなければならず、これが必須項目の一つになっています。それでは特発性後天性無汗症の治療について解説します。治療法は確立していませんが、暑熱環境を避け、冷水のスプレー器具や濡れタオルの使用等を推奨する生活指導が重要です。薬物治療は一般的にステロイドが投与されますが、シクロスポリン等の免疫抑制薬が有効であるケースも報告されています。ただし病理組織での炎症細胞浸潤、
コリン星人マシンの合併、感染神経の障害、IgE 高地、これらの所見が認められない場合にはステロイドに反応しない可能性が指摘されています。最後に予後について解説します。初期にはステロイドパルス療法で軽快することも多いですが、発症からの期間が経過している症例では感染が萎縮して無効のこともあると報告されています。またステロイドパルス療法で寛解した後も再発の可能性があると報告されています。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。